お花紙でデージーを作ってみました。まず花びらを作ります。お花紙を半分にして重ねてから蛇腹に折ります。真ん中で切って、それぞれ半分に折ります。開いている方から細かく切り込みを入れていきます。切り込みが入ったら、開いて真ん中のところをホッチキスで留めます。蛇腹を折りつぶしてから、2枚重ねになっているお花紙を広げていきます。最後は平べったく形を整えます。蛇腹を折りつぶしてから2枚重ねになっているお花紙を広げていきます。最後は平べったく形を整えます。2つできたら真ん中に糊をつけ、重ねて貼ります。次に花の中心を作ります。液体糊を塗った手のひらで挟むようにして黄色いお花紙を丸めます。直径2センチくらいに丸めたら、花びらの中心に糊をつけて押し付けます。それからフォークの先を使って周りを一周しっかりと押さえます。その後、真ん中にも凸凹模様をつけていきます。裏に細長く切った緑の画用紙を貼り付けて茎にします。最後に葉っぱを作ります。緑色のお花紙の斜めの角が合うように折ります。逆さまにして上から 1、2 センチ下がったところを物差しなどで押さえます。両側からお花紙を寄せてきたら、物差しを引き抜いて液体糊をつけます。糊をつけたところをまとめて葉っぱの出来上がりです。葉っぱや花をたくさん作り、組み合わせて台紙に貼ってください。画びょうで留めるときは、できるだけ見えないように花びらの間や葉が重なり合うところに押しましょう。